ギレルモ・セバスティアン・コリアは、アルゼンチン・ルフィーの出身の元男子、プロテニス選手。2004年の全仏オープン男子シングルス準優勝者。シングルス自己最高ランキングは3位。身長175センチメートル、体重69キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。ATP ツアーで、シングルス9勝を挙げた。同国のライバル、 ダビドナル・バンディアンとは、年齢も同じで、幼少時からしのぎを削ってきた。名前は、アルゼンチンの男子テニス選手、ギレル・モビラスにあやかって、ギレル元を命名された。テニスコーチであった父親オスカーは、長男がよちよち歩きのうちからテニスを教え始めたと、いう。1999年、全仏オープン男子ジュニア部門で、ダビドナル・バンディアンを破って優勝し、2000年に、 プロ入り。2003年のシーズンに急成長を始め、年間5勝を挙げて、世界ランキングトップ10に入る。この年に、初めて全仏オープンの準決勝に進出を果たし、幼い頃から憧れてきたアンドレアガシを、準々決勝で破ったが、続く、準決勝で、マルティン・フェルケルクに6から7、4から6、6から7のストレートで破れた。年全仏オープンに、 第3シードで出場し、準々決勝でカルロスモヤ、準決勝でティム・ヘンマンを破って、念願の決勝進出を果たす。決勝は、ノーシードから勝ち上がったガストン・ガウディオとのアルゼンチン対決になった。コリアが先に6-0の、6から3にセットを奪ったが、勝利が目前に見えてきたところで、ガウディオが土壇場から反撃を開始し、6から4、6から1で、第3、 第4セットを奪い返す。最終第5セットで、コリアに5本のマッチポイントが訪れたが、ガウディオに6から8で押し切られて、準優勝に終わった。2005年全仏オープンは4回戦で止まったが、ウィンブルドン選手権4回戦進出と、全米オープンベスト8がある。2006年は、セカンドサーブに、苦しみ部長に陥る。さらに春に右肩を痛め、得意とする。 全仏オープンを欠場した。故障は長引き、ウィンブルドン選手権も欠場、7月に復帰するも、全米オープンは1回戦で途中棄権に終わった。その後長期離脱し、2007年9月にはついに、ランキングを失っている。2008年2月にブラジルオープンで、ATP ツアーの大会では1年7ヶ月ぶりとなる、勝利を挙げたものの、怪我の治療のためツアーへの参加は、 断続的なものとなっており、ランキングも500位台までしか戻せなかった。2009年4月に引退を表明。現在は地元アルゼンチンにテニスアカデミーを開校し、ジュニア、若手選手の育成、並びにマネージメントを行っている。コリアは摂取したビタミン剤が原因で、ドーピング違反となり2001年8月から7ヶ月の出場停止処分を受けたことがある。 名誉回復と遺写料を求めて、製造元の食品会社を提訴していたが、2007年に和解した。身長175センチメートルと小柄だが、フットワークと変化をつけたストロークで活躍した。特に、クレーコートを得意とし、ツアー9勝中8勝を挙げている。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8。 R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格。 NH イコール開催なし。ありがとうございます。